どうも皆さんこんにちは、こんばんは、よくぜんますそうです、私がトランペット黒田武ですさあ、今回も張り切ってまいりましょう黒田武のタイマー,ター <laughs> <music> さなんて言うてますけども、さあ、皆さん、いかがお過ごしスタイルで、えー、お過ごししているんでしょうか。や、えー、タクダークローことです、ね、黒田拓也、AKA、As k n アズ飛んで火にいる夏の虫太郎というね、えー、リングネームもございますけども、ですねなんとこの私、黒田拓也、えー、ニューヨークはですねウィリアムズバーグより、なんとジャポンに先日帰ってまいりました。 いやムシムシしておりますね。最高ですね。やはり日本はいいですね。なんて思っているんですけども。まあ、まず何を話そうかなと思うと、どういう手順でね、ええー、帰ってきたんかという話なんですが。これがやはりこのコロナ禍ということもあって、いろいろめんどくさくてですね。なんと、出発の72時間以内に、所定のフォーマットで、 えー、陰性証明を出せる病院で、施設で、えー、PCR 検査を受けてくれと。アメリカでね、ニューヨークでね。これは、これが高いんですよ。やっぱこう、日本人やから、日本語喋れる日系のとこがやっぱええかな、なんて言って調べたら、300ドル。日本人で3万円超え。いやー、ちょっとなーと。で、結構こう、インターネットで調べておりますとやね。 あの、そのフォーマットが違うっていうことで、日本の空港でアメリカまで追い返されたみたいな例もあるなんて見たから、これは失敗できへんということで、えー、200ドルぐらいの <laughs>、あの、えー、アメリカのね、病院で、キューブケアというところで、あの、PCR テストを受けてきました。最近日本ってこう、 去年やと抗原検査は指先に針をぶっ刺して血を出して、えー、抗原検査っていうのが主流になってたけどだんだんだこう、唾で、唾液で検査っていうのがもう最近あの多いなと思ってたんですけどその先日ニューヨークでやったのはもう僕実はやったの初めてやったんですけどあの鼻の奥ほじほじスタイルあれすご、すごいっすねあれ血出ますよあんな で、まあ、なんかこう、長い綿棒、あ、入ってくな、入ってくな。で、最初、奥の方ゴリゴリってするんすわ。ほんなら、なんか、あでも、あんま痛ないな、これぐらいやったら大丈夫やな。そっから4周ぐらいするんですよね、まだ。ゴリ、ゴリゴリ、ゴリゴリゴリ、ゴリ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 ってなったら、もうね、うわ、ちょっと、もう、絶対、鼻血出るわ、っていう感じ。それ、2個やられてね。 ええ、と、もうちょっと泣きそうになりましたけども、それでもまあなんとか、無事終えまして、10時間後に、えー、出るわよと、あの、け結果がね、んなメールできましてあ、バッチリ、ネガティブ、陰性ですよ、ネガティブですよ。んな今度、その日本政府が用意してる、あの、フォーマット、あの、フォーム、書類をダウンロードして、それをわざわざその病院に持ってって、 ほんで、そこで、またそれに陰性のサインを病院にしてもらって、証明書の反抗してもらうなんて。まあ、めんどくさいなと思いながらね、えー、命からがら帰ってきたわけで、えー、ございますなんてね、言うておりますけども、その鼻ほじほじ PCR を終わりまして、さあ、当日ということで、えー、友達のエドくんが、 えー、車で送ってくれるということでですね、あと数名乗り込みましてですね、友達がお見送り、そんな大層なことでもないんですけど、みんな、えー、見送っていただきましてですね、本来やったらもう、なみんな来てくれたから空港でいっぱいおごらしてくれよって話なんですけど、あの、セキュリティの手前はもう今、コロナで全くお店が開いてない状況で、もう早々にですね、えー、チェックインをして、どうするって言ってた。 もうどっか空港出ていっぱい行くかなんて言ったんですけど、いや、それで乗り遅れたらもうアホやでっていう話になって、PCR もそうしたらもう一回しなあかんし、そうなったらもうね、鼻の穴が一個になるんちゃうかって,ってね、その、その <laughs>、検査でね、PCR の。そんなことはないんですけども、さあ、頑張っていこうかな思うんですけども、それでまあ、飛行機乗りまして、ガラガラの、えー、飛行機で無事に羽田に着きましたと、えー、飛行機ではちょっとね、ワインをいただいたんですけど ちょっと酔っ払って寝てしまいましたがこれ羽田着いたらねもうたらい回しというかむちゃくちゃあの長い通路を徒歩ですごいこう長いこと歩かされてで1個目のチェックポイントが書類チェックでそこでこう日本側が用意したこれ誓約書、えー、日本政府が、えー、あなたが14日間隔離してもらう時に えー、約束破ったら、こんな大変なことになりますよ。制約してくださいと。と、えー、健康チェック。ここからこう、14日間、どこにいたかとか。で、その陰性証明。先ほど僕が鼻ほじほじでやりました。<laughs> そんな鼻ほじほじ、えー、チェック。えー、その後これ面白いのがね、今帰ってきたらアプリをダウンロードさせられて、え、位置確認。あとは、ビデオ通話が可能なアプリを、 あとは、ここは的なやつですかね。で、それを、あの、チェックさせられるの、スタッフ一人一人、一人に一人つくんですよ。で、携帯見してくださいと。で、これね、今からオリンピックでしょ。まあ、こう結構ね、外国人のスタッフが多いんですわ英語喋れる人雇ってるんですね、これ。だから今やから。から中国人の方とか、えー、インド人の方とか。 えー、結構働いてて。で、日本人には日本語も喋ってくれるから、まあ、優しいなという感じでね、えー、やったんですけども、そのアプリを一個ずつ全部設定まで見られまして、えー、なんかドキドキしながらね、変な写真出てきたらどうしようなんて、ないですけどね、えー、思いながらね、やりながら。ほんで、今度は E メールのチェックですね。毎日 E メールが来るんですよ、帰ってきたら。あなたの健康はどうですかと。 で、その E メールアドレスが本物かどうか確かめるために、え目の前でね、メール送ってくるんですよ。<laughs> 届いたら見してくださいなんて言って、これはなかなかの厳重体制やななんて、えー、思いながら、えー、今もね、ドキ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 ,ドキ、えー、監視されながら私は、えー、過ごしてるわけですけど、まあね、これも何一つかね、こう。 皆様が安全でいるための、えー、スーパーパワフル、えー、システムなわけですが。まあそんな感じでね、えー、ジャポンに帰ってきまして、そうです皆さん8月6日の、えー、エイタック公演。なんとあの、時間が少し変わりましたので皆さんね、あのぜひあのチェックしといてください。少し早く、えー、なりました。あのー、ファーストセットが オープンが午後4時、スタートが5時、セカンドセットがオープンが6時45分、セカンドセットが、えー、7時半ということで、えー、ぜひ皆さん、あの、ご確認の上ね、えー、踊れないけど踊りに来て、<music> まあなんて言ってますけども、頑張っていかなあかんわけですけどもですね、えー、ブルーノとは来てくださいね、なんて言ってますけども。 なんかこう、ニューヨークの面白かった話を一個でもできたらなぁなんて思うんですが、一回、だいぶ前、第何回なんてのは覚えてるわけもございませんけどもですね、1月1日、むちゃくちゃ盛り上がるんですよね、ニューイヤーっていうのは、まあパーティータイム。まあそれに匹敵するぐらいバカ騒ぎするのが、アメリカは独立記念日、7月4日、インディペンデンスデー、まあ、 十何年ニューヨークにいて、まあ、ほんまに、あのー、何の日か分かってないわけです。独立したやろなーっていうことは分かるんですけども、この前ね、ムーンフラでもちょっとこの話したんですけども、調べたら、どうもこう、イギリスの、その税金制度からのこう独立を、元植民地だったことを受けて、そのアメリカの、イギリスのからこう、ちょっと虫取られてたみたいなね、1700、 1700何年かなそれの、えー、独立記念日だということで、えー、少し、えー、おつむが良くなったななんて思ってるわけですが、まあそんなことは、えー、僕らはさておき、ただ単に一日中ですね、楽しむ日だって言ってるわけなんですけども、まあ今年もこのこの中の中でどうなるかというと、あれよあれよとですね、えー、ニューヨークもワクチン接種が7割を超えて、完全、えー、規制緩和、もうほぼ解除なぐらいの、えー、勢いだったわけで、 で、以前、2年前かな、僕の家の近くのマッカランパークというところに、えー、何年か前からこう、バーベキューのグリルができたんですよ。もう据え置きの。無料で使える。で、据え置きの机と椅子もあるから、そこでこう家族が集まって、普段から使っていいですよ、なんていう。ほら、この、独立記念日なんていうのは、もう向こうの人はもう、バーベキュー命かけてるような人もいるぐらいですね。バーベキュー国家。 BBQ ネーションって言ってもね、間違いないんですけども。ええー、だからその2年前ぐらいかな、もうその、グリルすぐ取られるから、その、友達とね、あたルームメイトと、朝の6時前に行ったの覚えてるんですよ。もう、そんな早く起きたことないのに、俺ら。遊びの時だけ頑張って起きてるとおかしいんですが。場所取りに行ったらね、10個ぐらいあるグリルが、もう残り1個、6時前で。 で、みんなもう眠たい顔したパパさんとかね、<laughs> お母さんとかがもう駆り出されて、えー、もう一人でその机にこううつ伏せになって、顔を伏せてね、<laughs> あの寝ながら場所取りしてるのを覚えてるで。それを思い出して、今回もこのコロナがまあちょっともうほぼ、俺らは勝ち抜いたみたいな雰囲気の時やったから。 もう友達と喋ってて。いや、もう、もっと早いかなあかんでって。5時起きみたいな。生きて。いや、5時や。言うて。ほら、まあ、みんな結構乗り、乗り乗りなって。ああ、僕も行く、私も行く。言って、みんなこう、何人か手伝ってくれるよということで。まあ、5時は無理やったけど、5時20分ぐらいに起きて、もうみんなでね、ああ友達、さっき言いました。あの、空港まで送ってくれた江戸も。 トヨタの大きい車出してくれてね。それで、家から歩いて7分ぐらいなんですけど、荷物多いから、これでみんな乗せていこう、言うて、クーラーボックスから何から言うて。んで、行ったらね、ガラガラなんですよ。誰もいない。え、なんでとちょっと早く気づいたからみたいな。まあ、その5時40分ぐらいに行ったんかな。ほなな、なけど暮らせとね、 かあ、かあ、みたいな感じで。あれみたいな。なんかその、限界例でも出てたんかなみたいな。もうそのコロナの、コロナリバウンドでおかしいことになるから、みたいな。まあ、だんだん、俺らの友達も気使って、顔出しに来てくれてですね。朝の7時ぐらいかな、それでもまだ。ほんなら話したら、いや、せやでって。もう今みんな、どっか行ってるよ、と。遠出してると。ほんな、 連休やったんですよ。その日が。次の日休みやったんですよ。だから、2年前は、その日だけ休みやったんですよ、多分。だから、泊まりで外に行く人はいなくて、みんな、東京でもそうですよなんとなく。その、休みになるとどっか行くけど、休みじゃない時は東京で遊ぶみたいな感じ。だから、なんもそんなせんでよかった。9時に来たらよかったんですよ。も、ま、う、あ、朝からそんな、食べる気にもならないし、バーベキュー。 ビール飲む気にもならへんし、えー、友達のハンモックで僕コーヒー飲みながら寝てましたよ。寝てましたよいや、ほんでね、言ってますけども、面白かったんが、そのね、まあ今年はだから表子抜けて、えー、まあ面白かったわけですよ。そっから一日かけて、だから朝の5時半から夜の8時ぐらいまでいたんで、 で、その間にこう、その日しか会えへんかった友達とかも顔出してくれたり。まあ何よりこうみんなおのおのね、おのおののこのバーベキュー、えー、家で仕込んできたお肉や、えー、魚や、まあ、またまた野菜とかね、漬けたやつとか。それがまた楽しいわけですよ。でね、今回僕、こ、日本帰ってきて、これよかったな、食べたいな日本でもって思ってんのがね、えー、っと、シュリンプカクテル。 あれうまいね。ただ単にただ茹でたエビなんですけど、あれ茹で方もいろいろあるらしいんですよね。たぶんあれちゃんとまたみんなでちょっと調べましょう。何よりあのね、あのケチャップみたいなソース。あれ、あの多分ウスターソースとか、で向こうあのホースラディッシュ入れるんですよ。西洋わさびを。で、ちょっと酸っぱい感じしながら、えー、酸っぱ辛いケチャップみたいな感じで、それをあの冷たいエビをね、 これっと食うのがうまいから、食いたいなちょっと近々、えー、作ろう。作るの嫌ですね。買いに行けたらいいかなと思うんですが、あの、面白かったのが、その、2年前ね、先ほども言いましたけど、もう取り合いやったわけですよ。で、その最後の1個のグリルと机、を、えー、取ってたら、机は2台取ったんかなほな、僕ら2人か3人やったんですよ、俺ら。なんか2人か3人で机2個も取んな、みたいな感じで。 なんかねスペイン語喋るねあの地元の人怖いねお,おばあちゃんとおばあちゃんがねおばあちゃんも杖持って、ね、机叩くんですよねこ,これ私のよみたいなバンバンバンみたいなんでスペイン語で喋るか分かんないけど顔、まあ、まと感じで分かるんですけど。これ もうそいつらとね、むちゃむちゃ喧嘩になってね、後で。それでもわらわらわらう、ててらもわらわらわらと軍団がやってきて、僕らもわらわらわらと軍団がやってきて、えこれは私のや、お前ら、分けろみたいな感じになって、いや、早いもん勝ちや、俺ら後でいっぱい人数来るからええやないかって言って、こんな記念日にお前そんなこと言うなみたいな、お前もやみたいな感じになってね、もうどうでもええ押し問答になった覚えててね、まあ、結局なんかこう、解決策は出たんですけど、 僕らの仲間の一人がもうグリル持ってきてくれてもそんなんからでまあ自分らのグリルでやるっていうねあのあの落ち着くところには行ったんですけどその家族も今年真横にいてああ2年前の人やってなってね えー、今年はもちろん喧嘩にもなら,な,らなかったんですけど、面白かったのが、その頃はもう、あの、自分らのグリル持ってきてたのが、ちょっと面白かったですね。<laughs> みんなもこんな日に喧嘩すんのは、えー、嫌や,やっていうことでですね、えー、面白かったなぁ、なんていう話ですが、皆さんも、グリルはお持ちですかなんて言っておる、言っておるわけなんでございますが、えー、タイムアウトから少し、 お知らせがございますけどもですね、何回前かな、数週間ぐらい前にニューヨークよりお伝えさせていただきました、チキングレイビーのファーストアルバム、そして並びにえセカンドアルバム、たくさんのご予約ありがとうございました。本当に今回ね、あの、この腕がちぎれてもいいという思いでですね、何百キロというあの CD を無事、 えー、持って帰ってくることができました。えー、皆さんご注文本当にありがとうございます。これを、えー、随時発送させていただきますので、ご予約,ご予約いただいた方は、おそらく、 来週ぐらいには皆様のお手元にですね、えー、届く、えー、ではないだろうかと、えー、思っておりますのでですね、皆さん首をですね、えー、象の鼻ぐらい長くして待ってくれたら、えー、いいかななんて思っております。それに合わして実は、えー、結構持って帰ってくることができたので、まだまだ えー、在庫が少しあります。まだまだ在庫が少しあります。どっちやね、えー、ありますのでですね、えー、まだ頼むのを忘れてたわ、なんていう方はですね、えー、今がチャンスかなと。あと、A タック T シャツも合わせてたくさん買っていただいているようなので、えー、それも合わせてですね、深く御礼を申し上げたいと思います。皆さんありがとうございます。これからもね、面白グッズを、えー、発表していきたいと思いますので、 まずは、えー、僕が昨日バスケで使ったですね、汗付きの T シャツを6万円、なんでやねんさあなんて言ってますけどもね、えー、他に、えー、お知らせはないかと言われると、やはりもう一度言う、何度でも言うですね、8月6日のブルーノート、ファーストセット、セカンドセット、セカンドセットはね、早々に結構、えー、売れてしまったようなんですが、ファーストはまだまだ、えー、席があると思います。 あのー、ちょっと早い時間なんで難しいとは思いますが、ぜひ、えー、よかったら、えー、皆さん合わせて来てみてください。えー、今回もね、えー、黒田拓也のヤータクダークロのタイムアウト、えー、楽しかったでしょうか僕も楽しかったですね。やはりこの日本に来てね、えー、いつもの感じで大きい声出すのはいいですね。 こうブロックにね、こうでかい声出すと、ちょっと恥ずかしかったんですね。隣の人がなんかこう、なんや、なんか変な言語が隣から聞こえるぞなんて、えー、言われたらちょっと、えー、照れるなぁなんて思ってたんですが、えー、これがなんと皆さん、85回です。あと15回で100回ということで、えー、100回には一体何が起こるんでしょうかなんて言うて言いますけども、皆さん、夏い暑にも負けずですね、頑張って、 乗り越えていきましょうということであのー、オリンピックもねどうなることやらということですがいろいろ騒がしい世間ではございますが皆様にえそっと寄り添うえタイムアウトであれたらいいかなと思っておりますので次回も皆さん楽しみにしておいてくださいそれではおやすみなさい <music>